ちゃん、美味しいですか？美味しいです。はい、また差し入れいただきました。差し入れっていう、毎日のように何かいただいておりますが、バレンタインだって言ってましたよ。よかったね。実は明日か、明日がバレンタインですが、うん、今日いただいてしまいました。ありがとうございます。そしてお野菜もいただいてしまいました。はい、バレンタイン、バレンタインじゃないと思うけど、うん、バレンタインベジタボー、和風だよ。これはちょっと、なんだこれ、キノトウ、キノトウです。それと春っていうことで春野菜をいただきました。はっはー、 お早めにお召し上がりくださいですね、うん、きっとね。そうだね。あの、ということは私は菜の花をいただきました。菜の花と茎の塔で何ができるのかな、うん、別々に作ろうと思いますけど、私茎の塔でも自分でやったことないから、うん、母にレシピを聞こうかなって思ってる。なるほど。うちの母が作ってくれた茎の塔の何、あのお味噌みたいなちょっと苦いやつあるじゃん、茎味噌みたいな、茎みたいな、ちょっとピンとこないんだけど、あれ吹きの塔って言うと私はあれを思い出すんだけど、なんかねすごいね苦くて美味しかったのね、うん、前に作って自分のお家に出てきて、うん、それを積んでで作ってもらったのを言ったんだけど、それをちょっと聞いて作ってみようかなと思います。楽しみにしています。あ、あ、なんかニャンコだよ、かわいい。あ、ニャンコのマシュマロじゃない？ほっほー、ニャンコ、キャット豚の前にキャットマシュマロ、マシュマロー、マシュマロー、かわいい。こんなのあるんだ、カルビーさん、すごい。はい、すごい。はい、カカオチョコレート、体にいいやつ。86%苦そう。体にいいやつだね、はい。これを食べると何かにいいんだったね。うん、ポリフェノールとかも入ってるし、あ、書いてあった。うん、1枚あたり156ミリ。はい。140ミリ以上だといいのか。なんだかよくわからないけど、体にいいらしいっす、うん。チョコレートは体にいいんだよ。開けちゃうのね。うん。あれ？明日じゃなくて今日開けちゃうのね。はい、1日前だ、1日前開けちゃいます。お、なんか、お、コーヒーの、コーヒー読めない、コーヒー読めません、コーヒー豆菓子って書いてあるよ。チョコエイド、こっちは読めたけど、バンドエイドっぽい、うん、ちょっと面白チョコだね。もう これもコーヒーの袋みたいになってるよ。コーヒー豆菓子って書いてる。はあ、はあはあはあ。あ、これもバンドエイドだよ。不思議。こっちもチョコエイドだよ、はい。こういうバージョンとこういうバージョンが売ってるよね。確かにね。これ開けてみていい？なるほどね。このコーヒー豆袋風になってるのが見たい。よいしょ。コーヒー、ははー、もうここまで来たら、あ、開けちゃうの？だって開けていいって言ったのはあなたですよ。じゃなくてこれの袋が、まあいいか、ん、あのバレンタインより前に食べてもいいか、うん、今日はバレンタインです。違うの、まだです、うん、まだですよ。かわいいね。はい、あー、コーヒー豆なのね。あ、ほんとだ、でかい。かわいい。ではこのようになっております。コーヒーの味するの？舌はバカだからね。コーヒー豆菓子って書いてあるよ。アラビカコーヒー豆、うん、あ、してきた。原産国ブラジル、うん、コーヒーの味がしてきた。グルメじゃないので
反応が弱いです。うん、美味しい美味しい。あ、ちょうどいい。2種類入ってる。苦味といい。え、赤い、ここが、あ、あ、うん、あ、違うタイプもあるよっていう意味かな。こう、うん、ここのやつ色が違ったから。ふんふん、これは、うん、美味しゅうございます。コーヒーが飲みたくなるね。コーヒー味のコーヒーチョコを食べてコーヒーを飲む、うん、もう少しでなくなる。まだ入ってるよ、コーヒーポットに。どうもありがとう。ありがとうございます。かわいいです。吹きの塔楽しみ。かわいい。はい、それで、少し前に届いていた、バレンタインチョコレートありがとうございます。これまた、開けるのが大変だから開けてちょうだい。はい、そう、まだね、だいぶ前に、だいぶ前っていうかね、バレンタインより前にいただいたので、うん、開けずに取っておきました。で、もうすぐなので開けます。あ、上手に開けられない。チョコがいっぱいでよかったね。チョコ好きだからね。あ、やっぱこっちも開けないとダメだ。よいしょ。きっちり、きっちりしていて。よいしょ。ここも開けようか。綺麗にはもう無理かも。よし、なかなかシールがしっかりしすぎて、きっちりきっちりし、きっちりしています。よいしょ、ごめんなさい、汚くなっちゃった。ん？どっから開けるのかな？ここから開けまーす。はーい。あ、はい。ハートとバラのチョコレートです。またさらにビニールが被ってる。開けちゃうの？バラの形ですね。まあ、うん、いや、今ちょっと食べられないので。そうだよね。うん、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。綺麗なバラの花のチョコレートです。これが、そうだね。はい、若い頃よりもバレンタインもらってるかもしれない。うちからのはまた後でね。はい、はい、ジャン君ポンちゃん面白い感じになっています。これどういう意味なの、お二人さん。これはこうやって2人とも触ってなでなでしてってこと？はい、ということで仕事をします。夜中にポリポリ音を立ててるのは誰ですか？ポンちゃんでした。ポンちゃん、そしてせーの、はい、では今日はですね、一日暖かかったので、エアコンは止まった状態でした。今も、もう夜中ですが2時になりますが、23度、あったかいね。まあこの部屋はということですけどね、外はちょっと寒くなってきてる感じですよ。じゃあジャン君そろそろ寝ましょう。クロケンおじさんにしては結構夜遅くまで起きていました。おやすみ。